聞いたぜ。ようやく本気になってくれたみたいだな。でもこの程度じゃ。ちゃん。この高さじゃ。行きましょう皆さん。俺たちは俺たちの使命を果たすんです。フローヘルへ、皇帝の野望を阻止しましょう。さあ、フロアエルに向かいましょう、皆さん。ああ、水の神殿に先回りして、皇帝の企みを阻止するんだ。でも待って、師匠からもらったあのボロ舟も、そろそろ限界なんじゃない？浅瀬しか航行できないってのも、ね。湯の花で。そうですね。海に面したあの町なら、何かいい手が見つかるかもしれない。また荒波を楽しめると思ったのに。ほら、口とんがらせてないで、さっさと行くわ。はーい。あら、皇帝陛下、右手がどうなさいまして？いや、なんでもない。私は否定するのだ。過去も未来も。皇帝陛下、失礼いたします。ジャンが戻らぬようでございまして、私に迎えに行かせていただきたいのですが。陛下、ジャンを気にかけても彼は喜びませんわ。私たちは次の目的地に。そうだな。では、
陛下、私が迎えに行ってまいりますと。否定させていただきます。恐れながら。ほう。皇帝陛下専属特 S 級菓子職ユーゼネオルシア一行の始末。パネットーネ、お前敵討ち。エイミーなどのために私がそのようなことを考えるとお思いでしょうか。全く使えない女でしたよ。任務も果たせず、エーゼン大教も突破されると。あの、エイミーを倒されて随分とお怒りのように見えましたよ。ふん、いいだろう。好きにするがよい。しかし長くは待たぬぞ。子孫じたら。はっ、ありがたき幸せ。では、行きますよ。はい、パネットーネ様。